主様から聞かせていただいた物語はもちろんですが、私もっといろんなお話を書いてみたいんです。ただ自分には絶対無理だろうなって思うジャンルがあるんですよね。それはむしろ書きたいです。主人公のエルフの少女が孤高の剣士と恋に落ちる純愛物語とか、え？モデルなんかいませんよ。泥沼にはまっていくようなドロドロした関係って読んでドキドキはするんですが、想像が追いつかなくて書ける気がしませんね。はあ、戦記ものならシャドウ様戦記という作品をすでに。ええ、何でもありません。私は何にも言ってません。